核実験によって発生した巨大なキノコクモ核の冬はリチャード・タワコやカール・セーガンらにより提唱された現象で核戦争によって地球上に大規模環境変動が起き人為的に表記が発生するというもの核兵器の威力ごとの雲の大きさこの現象は核兵器の使用に伴う爆発そのものや広範囲の炎症によって巻き上げられた灰や煙などの浮遊する 微粒子によって日光が遮られた結果、発生するとされる。太陽光が大気透明度の低下で極端に遮断されることから、海洋植物プランクトンを含む植物が光合成を行えずに枯れ、それを食料とする動物が飢えて死に、また気温も急激に下がることが予想されるなど、人間が生存できないほどの地球環境の悪化を招くとされているが、近年はこの仮説を、 真っ向から否定する論文も発表されており、核の冬の存在自体に懐疑的な科学者も少なくない。放射能を帯びた死の灰が降り注ぐことによる模様式性の問題もあり、一度核戦争が勃発すれば国家間の報復合戦から地域限定戦争によっても世界規模の被害が懸念され、核兵器の危険性を説明する上で本校で述べる、 現象はたびたび引用される概念である。核の冬による気候変動のシミュレーション。上段が40日後、下段が243日後。全地球規模で大きな気温低下が想定されている。この現象は、大気学者のリチャード・ターコ博士や宇宙物理学者のカール・セーガン博士らの論文において、協著者の頭文字を取り、 トタップス理論と名付けられたレポートの中で提唱された。理論では全面核戦争が引き起こされた場合、世界各地で熱核爆発によって発生した大規模火災を経て数百万トン規模のエアロゾルが大気中に放出され、これが太陽光線を遮ることにより数ヶ月にわたって暗雲が地球規模で垂れ込める。その間に植物の死滅、 気候の急激な変化が起き、地球全域にわたる生物層の壊滅的な破壊や文明の崩壊を予測している。同理論は当時の世論において都市火災における倍煙の量を悲観的に見積もるなど、核による被害の過大評価だとはされながらも、核兵器による大規模破壊や大量虐殺は避け得ないものと考えられたこともあり、後にたびたび引用されることとなった。 核戦争の規模によるが、核爆発による浮遊微粒子は、大規模な都市火災によって発生する上昇気流に乗って清掃圏にまで到達し、ジェット気流によって世界規模に拡散する。例えばヨーロッパで限定核戦争が勃発しても、その被害は日本を含むアジアや米国を巻き込むとされ、まして同理論が提唱された、冷戦末期の中で米国、ソビエト連邦が、 核兵器で攻撃し合う事態となれば、間違いなく、地球規模の環境破壊が起こると考えられた。実際には2019年現在、核兵器が飛び交うような戦争は幸いにして起きていないため、この理論が真実かどうかは、コンピュータシミュレーション上の予測値を見るしかない。ラトガース大学のアラン・ロボック教授のシミュレーションでは、インドとパキスタンの2国が、 核戦争に突入しただけでも地表温度が2から5度は低下するなどの異常気象が最大10年は続き世界的な食糧危機が訪れるという。また、チェルノブイリ原子力発電所事故による放射性物質の拡散や福島第一原発事故による放射性物質の拡散など世界規模で放射性物質が降り注ぐ被害が観測されている。これに習い。 核兵器による被害では、より大規模な上昇気流の発生も予測され、事故以上に広域の汚染が発生し得ると予想される。大規模な火山の爆発によって、大気中に放出された火山灰が、やはりジェット気流に乗って広い範囲で極端な夕焼けなどの現象として観測された事例もあり、これらの観測結果を含めて、核兵器の使用に伴う核の冬の発生は、 様々な方面から強く警戒されている。この火山噴火に伴う広域の現象では、メキシコのエルチチョンが1982年に、フィリピンのピナトゥボ山が1991年に噴火した事例が知られる。空中のゴミによる日光遮蔽とそれに伴う危機という、ほぼ同様の発想として、K ピコグラム教解説が挙げられる。ありがとうございます。